あれはあのボールドウィンっていうメーカーのエレクトリックチェンバロの音なんです。そうだよね、すごいですよね、電気チェンバロの音なんですよね。結局アトモにも先にもあの曲でしか使われてないんですよ。よし、やってみよう。Yeah.